ビジャカナレスは、グアテマラ共和国グアテマラ県にある、基礎自治体である。首都グアテマラシティの南2 2トルに位置する。北は、グアテマラシティとサンタカタリナピヌーラ、東は、ペタパト、アマティトラン、西は、フライハネスと境を接している。町の住人は主にコーヒー、砂糖キビ、パイナップルの栽培で生計を立ててきた。近年は、グアテマラ県の主要な都市として、 成長と発展を遂げており、市街地には銀行や病院、ショッピングセンターといった重要な施設が存在する。1912年5月4日、政府の命令によって、サンタ・イーネス・ペタパが、プエブロ・ビエホへと移された。同年6月3日、プエブロ・ビエホは、基礎自治体となる。1915年9月23日、名称をサン・ウォケイン、ビラ・カナレスに変更し、 さらに1921年5月7日に現在のビラカナレスとなった。町の守護聖人はヘスウス・イーエンヌ・ワガニアで3月25日が祝日・フィエスタ・ペイトラネルでビラカナレスとされている。また町の小教区の守護聖人はサンホアキンで8月16日が祝日とされている。ビジャカナレスの気候は熱帯気候である。コールメナーズ・チーチメコス3 ジョゼール・タブロン・エル・ライエノ・エル・デュ・ロス・ノ・ボカデル、モンティ・サンタ・エレナ・バー・アス・エル、ポル・ベニール・ロス・ドロレス・ハット、クライメート、ビラ・カナレス。CLIMATE-DATA.org、2015年11月1日閲覧。草の根、人間の安全保障無償資金協力約束秘別。平成16年度草の根、人間の安全保障無償資金協力約束秘別。 平成17年度、ありがとうございます。